なんかもうモジュラーシンセみたいですよね。こんにちは、クリッパーことクリッパートロニクスです。今回はノベーションさんの AFX ステーションを取り上げていこうと思います。で、この AFX ステーションもテクノミュージシャンの TK さんにお借りして今回動画を作ってます。で、このノベーション AFX ステーションは AFX ツインが独自にチューニングした仕様のベースステーションになってます。で、主な特徴は鍵盤ごとになんかサウンドのフリットできるらしいんで、まあリズム系の音とかかなり面白い感じにできるんじゃないかなと思います。まあベースステーション自体90年代ぐらいからあるすごい歴史のあるシンセサイザーだし、まあ見た目ももうアナログシンセって感じですごい使いやすいんで、まあこれからいろいろ掘り下げていこうと思います。ではノベーション AFX ステーション楽しんでいきましょう。ではノベーション AFX ステーション解説していこうと思います。で、まず左側、ここはボリュームですね。で、このパッチバリューのボタンでプリセットを選択します。で、AFX ステーションはアルペジエーターを搭載してます。で、オンを押してラッチを押すとアルペジエーターの効果が持続します。で、リズムで1から32のこのパターンをリアルタイムにコントロールすることが可能です。で、アルペジエーターは最大4オクターブの演奏が可能です。で、このリズムはこの値を大きくするとより細かい音符になるって感じですね。で、AFX ステーションは基本的なシンセのエディットはもう見てわかる通りリアルタイムにコントロール可能なんですけど、細かい機能とかはファンクションボタンを押しながら各鍵盤を押してで設定するっていう感じですね。ではまずオシレーターから、2つのオシレーターと1つのサブオシレーターを使ってサウンド作りをします。で、オシレーターの位置と2は一緒なんですけど、このスイッチで切り替えて使います。じゃあまずオシレーター1だけ音を出します。で、構図でオシレーターの半音単位のピッチをコントロールします。で、ファインでファインチューンをコントロールします。で、レンジで4段階のオクターブのレンジを選択します。で、ウェーブフォームでオシレーターを選択します。で、今のコギリ波なんですけど、パルス波、サイン波、三角波、4つのオシレーターを選択可能です。で、モッドエンベロープデプスはモッドエンベロープがピッチにかかる深さをコントロールします。で、これマイナスの設定も可能です。で、LFO1 デプスは LFO1 がピッチにかかる深さをコントロールします。で、これもプラスマイナスの設定が可能です。で、パルスワイズはパルス波を選択した時にパルスの幅をコントロールします。パルスワイズはモジュレーションが可能で、LFO、ニカ、マニュアル、モッドエンベロープで変調することが可能です。じゃあマニュアルで。
まあ、なんか LFO2 でも反応しますね。で、オシレーター同士を強制的に同期させて強烈な倍音を生み出すオシレーターシンクは、ファンクションボタンを押しながら高い方の D を押します。で、今オフになってるんでオンにします。で、オシレーターシンクのシンク 1,2 が点灯しました。で、オシレーター2の音を出してきます。オシレーター2のピッチを揺らしてみます。こんな感じで真空サウンドが可能になります。で、サブオシレーターはマイナス1とマイナス2の音を加えます。で、サブオシレーターは三角波、パルス波2種類選択可能です。で、グライドのつまみで音程の変化を遅らせる、いわゆるポルタメント奏法が可能になります。で、ミキサーは各オシレーターとノイズのレベルをコントロールします。まあ、これだけでもやっぱアナログシンセなんで結構分厚いと出ますね。で、この真ん中のスイッチは外部入力とリングモジュレーター、ノイズを切り替えることが可能です。まあ、こんな感じでエグい感じのサウンドが可能です。ではフィルターの解説をします。で、 AFX ステーションはクラシックとアシッドの2種類があって、で、クラシックはローパス、バンドパス、ハイパス切り替えて使うことが可能です。で、レゾナンスで周波数のピークを持ち上げてサウンドに癖をつけます。で、スロープも選択可能です。で、もう一個のタイプ、アシッドに使うことも可能です。で、アシッドはローパスのみですね。で、オーバードライブでフィルターを歪ませることが可能です。で、モジュレーションエンベロープデプスで、モジュレーションエンベロープがフィルターにかかる深さをコントロールします。
で、LFO2 のデプスで、LFO2 がフィルターにかかる深さをコントロールします。で、さらにエフェクトでディストーション。で、オシレーター、フィルター、モジュレーション。で、これ、オシレーター2でフィルターを変調する感じですね。まあもうこれだけでもかなり面白いアナログシンセだと思います。ではエンベロープの解説をします。でエンベロープはアタック、ディケイ、サスティン、リリースの4つのパラメータを使ってパラメータに時間的な変化を与える機能です。でエンベロープはアンプエンベロープ、モジュレーションエンベロープで、アンプとモジュレーションエンベロープ、この3つを選択することが可能です。じゃあまずアンプからですね。で、アタックは値を上げると立ち上がりの遅い音になります。で、ディケイはアタックの後の減衰の時間をコントロールします。でこっちは値が少ないと短い音になります。でサスティンはディケイの後のレベルをコントロールします。でこれサスティンがマックスだとディケイは関係ない感じですね。でリリースはノートオフした後の音の余韻の時間をコントロールします。で、モジュレーションエンベロープも同様で、そのコントロールの対象がピッチとフィルターになったって感じですね。で、アンプ&モッドエンベロープで両方のエンベロープを同時にコントロール可能です。で、トリガリングはトリガーの方法を選択します。で、シングルがノートが演奏されるたびに選択されているエンベロープがトリガーされます。で、これ、レガートの場合は、エンベロープがトリガーされません。で、マルチは、ノートが演奏されるごとに、選択されているエンベロープが常にトリガーされます。で、オートグライドは、レガートで演奏された時のみ、グライドがかかるようになっています。スタッカート気味で弾くと、かかんないって感じですね。では LFO の解説をします。 LFO はローフリークエンシーオシレーターって言って低い周波数のオシレーターで各パラメータを変調するっていう機能です。まあ、簡単に言えばビブラート、オートアウ、トレモロみたいな周期的な効果を得ることが可能です。で AFX ステーションでは LFO1 がピッチの変調で LFO2 がパルスワイズとフィルターの変調っていう感じですね。じゃあ分かりやすくピッチで解説します。で、LFO1 のデプスを上げます。
で、LFO の波形は三角波、ノコギリ波、不景波、サンプル&ホールド。で、ディレイっていうのは LFO がかかり始めるまでの遅れの時間をコントロールします。で、これスピードと切り替えて使います。で、スピードはそのまんま LFO のスピードをコントロールします。で、これファンクションを使った設定でテンポに同期させることも可能です。では、このシンセの特徴的な機能のオーバーレイの機能をちょっと使っていこうと思います。まずファンクションを長押しします。で、F シャープを2回押します。で、ディスプレイに O0 って出たんですけど、これはオーバーレイのプリセットですね。まあ、こんな感じでオーバーレイは鍵盤によって音が変わります。で、これをアルペジエーターでランダムに鳴らすと、すごいいい感じになります。じゃあオーバーレイ切り替えてみます。なんかもうモジュラーシンセみたいですよね。じゃあ別でドラムマシーン鳴らしながら AFX ステーション鳴らしていこうと思います。こんな感じで全部でオーバーレイは8種類使うことができます。まあ、この辺ちょっとまた後で解説しようと思います。まあ、こんな感じでノベーション AFX ステーション、まあ、元がベースステーション2がベースなんで2オシレーターのいい感じのアナログシンセとしても使えるんですけど、まあ、この AFX 仕様でまあ、かなり変態な使い方もできるんで、まあ、すごい楽しいシンセだと思いました。では次回はファンクションを使った細かい設定のオンキーの機能を解説していこうと思います。